皆さんこんにちは、みのりんです。今日はマグカップにイラストを描いてみました。本当に簡単にできてプレゼントにもぴったりだと思います。では早速始めてみましょう。まず私はこのセラミックマーカーをネットで1000円ぐらいで買いました。中はこんな感じで、マーカーが 1,2,3,4,5,6 確か10本あったと思います。そして真っ白のマグカップを100均で買いました。まずトトロのマグカップを作っていきます。余計なところにはつかないようにマスキングテープを貼ってみました。ではでは早速灰色を使って絵を描いていきます。白板に絵を描くみたいにスルスルって描きます。しかも間違えてしまったらこうやって消すこともできるのですごく安心です。ネットでイラストを見ながら描いた方が描きやすいです。イラストが描き終わったら説明書に書いてある通りにオーブンで焼きます。次にセーラームーンを描いてみました。黒の発色がすごく良くてびっくりしました。すごく使いやすかったです。ちょっと間違えてしまってもティッシュで消したり指先で消したりできるので何度も描いていけるのが良かったです。描き終わったのでオーブンに20分ほど入れていきます。これがオーブンに入れた後なんですけども、ゴシゴシしても色が取れないです。では白黒のままだとちょっと寂しいので色をつけていきました。肌の色とかはなかったのでちょっとごまかしてピンク色を使いました。マーカーはすごく描きやすいんですけども、色が限られてしまうところはちょっと使いにくかったです。そして完成したのがこんな感じです。これをまたオーブンの中に入れていきました。これは1度目焼いた後なんですけども、ちょっと色が薄かったのでまた色をつけてみました。こんな感じになりました。色は全く落ちないのでいい感じです。トトロでちょっと残念なのがマーカー跡が残ってしまってちょっと安っぽい感じになりました。けどすごく簡単なので皆さんもぜひクリスマスプレゼントとかで作ってください。本日もご視聴いただきありがとうございます。これからも動画を頑張っていくのでぜひチャンネル登録ボタンお願いします。ではまた次の動画で。バイバイ。